横行きのね、沖縄の高速バス今発車していきましたが、こちら高速バスの高知、バス停ですね。ここからユイレールのね、なんだっけ、手田子浦西駅、こちらの方まで歩きたいと思います。多分ところどころカットしてるとは思いますが、ずっと回しっぱなしで一応行きたいと思います。上り坂か、くっそ。アップダウンがあるとは思ってもいませんでした。まあ多少の上り坂はしゃあないですね。ここ本当に丘陵地帯でございましてね、暑いですね。まあ天気がねちょっと下り坂だもんですから、雨にならなかっただけ良かったんですけれどもね。その高知バス停からですね、高速の手田子浦西駅ユイレール400m となっておりましたが、駅の方面からだと下り坂で楽だと。これは上りまくりますね、ずっとね。多分道なりに登っていくのだと思われます。名古屋行き高速バス停留所の矢印看板がありますが、はい、名古屋行きのバス停、こちら側からの方が楽そうな感じですね。ちょっと行き過ぎましたので戻ります。すぐそこにありました、浦西駅。先ほどの那覇方向のバス停からここの横断歩道を渡りまして、そこにねモノレールの終点、今のところの終点ですね、手田子浦西駅ユイレールですけどもね、あります。浦西駅からもちょっと上り坂を登ってっていう感じになるんですね。これモノレールのユイレール、あそこになんか保線車がありますけどね。でバスターミナルが向こう側にあるということは乗り場が向こうなんでしょうね。こちらからも行けそうな気がしますが、正面の入り口まで回りたいと思います。こちらからも行けますけどもね、裏口のような感じがしますので、バスターミナル側から行きたいと思います。あ、はい、駅が
ありました。どんな感じになってんのかな。おお。ここが改札口ですね。9時54分発。はい、というわけで寺子浦西駅に到着いたしました。はい、そこが改札口なんですけどもね、10時2分の列車に乗りたいと思います。それではこの動画はこれで終了させていただきます。どうもご視聴ありがとうございました。